すべてのエーテルをマナに変換。解ければ動けるようになると思う。よかった。でもここから隔離しなきゃ。この光、エーテル？ではこの男もディヴァインナイト。この世界にはその気配がないと思っていたが、やはり神は存在している。体内のエーテルは無酸したゆえ、元の大きさに戻すことは至難の業だ。悔しいですが、今の私にはとても真似できません。では約束だ。行くがいい。その言葉を信じます。エリー様、行かないで。エリー様、いつかきっとセイリン様も戻ってきます。ケツテッサ旅団も街を守るためって言ってたじゃない。そうだね。クリスは悩まないの？うん、考えてないから。自分から強くなることだけ考えてたら悩まずに済むよ。